はい、それでは本日は販売士2級平成30年第81回3の1番ストアオペレーションについて解説していきたいと思います。次のアーカラオは売上総利益、確保、粗利益、向上にためにためのストアオペレーションについて述べている正しいものには一応誤っているものや2を回答用紙の所定欄にマークしなさいという問題です。こちらの問題に入る前にこのストアオペレーションについて解説していきたいと思います。ストアオペレーションというのは結構種類があってですね、このように、売上総利益をの向上のためのストアオペレーションであったり、販売管理費低減のストアオペレーション、あとは普通の売上を上げるためのストアオペレーション、あとは顧客に満足してもらうためのストアオペレーションなどたくさんあります。ですね、今回のこの項目なんですけども、これはこの上の部分の売上総利益、括弧粗利益の向上のためのストアオペレーションなので、こちらについて解説していきたいと思います。まずこの売上総利益、粗利益向上のためのストアオペレーションとして、目的なんですけども、高い売上と、そして高い粗利益率を追求することが、このストアオペレーションでは重要になってくるという流れになります。で、今回のこの売上総利益、粗利益の求め方なんですけども、こちらは、売上総利益イコール売上高引く売上原価引くロス、品減り額、見捨てしまったものですね。で、この売上総利益というものが出てきます。この計算の仕方も覚えておいていただければと思います。そしてこの売上原価の計算の仕方なんですけども、この売上原価の計算の仕方は、機種商品棚卸高プラス純資入れ高引く、期末の商品棚卸高になります。で、この主期商品棚卸高というものは、例えば今2020年の1月1日だとすると、2020年1月1日に棚卸しを行ってあった、この商品の、価格の価値がどれだけ残っているか、そして最後、2020年12月31日にある商品を引くということですね。そしてこの間に挟まっているのは純資入れ高、これはですね、もう純ってついてるのでちょっと分かりにくいと思うんですけど、主にもう仕入れた額のことを言います。細かく言うと、仕入れた総額から割引とか返品とか、あとは割戻し分を引いた額のことを純仕入れた額と言います。なので、この純仕入れ、もう仕入れた金額と最初にあった2020年1月1日の額を足して、最後に2020年12月31日に残った在庫の数を引く。これで売上原価が出てきますよということなので、こちらも覚えておいていただければと思います。で、この売上総利益、粗利益率を出すためには、5つの項目があります。まず1つ目、仕入れ原価引き下げです。仕入れの原価を引き下げるということなんですけども、大量に発注したり、あとは、相密をかけて、他の業者と相密をかけて、仕入れ交渉を行って価格を引き下げるということを行います。そして2つ目、プライベートブランド PB 商品の開発、粗利益の高い商品を自社で企画し作成するということですね。このプライベートブランドというものは、何かというと、自社でしか買えないオリジナルの商品ですね。小売業とか、卸売業者などが、作って、もううちのとこ専用で、なんでうちのとこで買ってください。もう他と他社との他社比較をするような、自分だけの独自のブランドのことを言います。また、これとは別にナショナルブランドというものがあります。これはもうどこでも買えるありきたりの商品ですね。なのでメーカーが作っています。メーカーが作って、メーカーが卸売に行って、卸売が、小売業に行くと。なので、このメーカーはたくさん卸売をしたり、あとはたくさん小売にやったりするので、いろんな店舗で買えるということです。なので、ナショナルブランドはどこでも買えるという流れになります。プライベートは最後、消費者エンドユーザーに届くまでの1個前の、小売業態が、作ったりしているので、この自社でしか買えないという意味になります。そして3つ目、高値入れ商品の、推奨販売強化、こちらはですね、高い値入れ率を設定しているものを、売ってくれということですね。高くて粗利益が出るものを売りやすい、高付加価値の商品を積極的に販売するということですね。こちらも値入れ率が高くて、そして、お客様にとっても高く買っても、高付加なものでいい商品だよというのを勧めて、お客様を納得していただいて、そしてこちらも、お金を稼げるという、高値入れ率の、商品を、どんどん押していくというのがこの3番になります。そして4番、値下げ、値引きを減らすということですね。売れ筋商品を適正在庫し、そしてベストなタイミングで売り切るということですね。あまり値下げとかしてはいけないよということです。そして5つ目、消耗かっこロスを減らす、これはもう簡単なことなんですけども、守りの方ですね。破損、汚損、腐敗、そして万引き、紛失等の、防衛策を取るということなので、基本的には、内部でのミスを減らしてくださいねと言っていることを、言っていますので、こちらも覚えていただければと思います。以上のこの5つの項目が、こちらのこの総利売上粗利益を出すための、ストアオペレーションの、項目になりますので覚えていただければと思います。ではこちらの問題を踏まえて、こちらの問題に入っていきます。
1番、あ、一般的にプライベートブランド PB の商品の粗利益率はナショナルブランド NB 商品よりも高い傾向がある。この問題は、合っております、まあ。このプライベートブランドというものはですね、このナショナルブランドに比べて、まあ、卸売業者とかメーカー、まあ、メーカーがやったものを、まあ、卸売がたくさん卸売して、そして小売業に行ったりするので、まあ、いろんな、どこでも買えるので、まあ、価格競争が激しくなって、そして、粗利益率、まあ、値段が下がるので、粗利益率というのは少なくなります。なので、自社で作ったプライベート商品の方が、まあ、ナショナルブランドよりも、まあ、粗利益率、は高くなるよということですね。自社でしか買えないので、その分高くなるということです。そして次に、E。営利率の低い高付加価値商品を積極的に推奨することで、粗利益率は高まる。この問題は間違っています。この値入れ率の低いではなく、値入れ率の高い、ものを売ることによって粗利益率が高まるので、これは低いではなく高いとなります。そして3番、う、消耗の発生を抑えることで粗利益高を向上することができる。この問題も合っております。この消耗品ロスを減らすことによって、まあ、この、破損とか汚損とかを減らすことによって内部でのミスを減らして粗利益高を高めることができるので、このウに関しては合っております。そして4番、小売店経営の基礎的利益である、売上総利益は次の計算式で求める。売上総利益イコール売上高引く売上原価引く営業利益。この問題は間違っています。こちらの、式を暗記していただきたいと思うんですけども、売上総利益というのは売上高引く売上原価引くロスですね。ここロスが入ります。なので営業利益が間違っていますので、この A は間違っています。そして5番、を、売上原価は次の計算式で求める。売上原価イコール式商品棚卸高プラス純仕入れ高引く期末商品在庫高。この問題は合っております。もうこの公式の通りですね。これも公式丸暗記しないといけないかもしれないと思うかもしれないんですけども、この主期商品在庫だけ対象に2020年の1月1日にある商品在庫と仕入れた額を足せばいいだけです。そして最後、2020年の12月31日に余った、まあ、棚卸した、商品の数を引けばいいということなので、これを、まあ、サクッと暗記していただければ、まあ、この流れが分かれば暗記しやすくなるので、こちらも覚えていただければと思います。以上のことから今回は意と絵が間違っていて、あ、う、絵が正解となります。